スポーツチャンネル、日本プロ野球、こんにちは、緊急。大谷翔平のホームラン44。球団史上初、プレイボール直後の3連発。大谷が PO シリーズで投げるフリーマンとベッツが一緒に衝撃的な発表。ロサンゼルス・ドジャースは8月31日、日本時間では9月1日。アリゾナ・ダイヤモンドバックスとのアウェーゲームで勝利を収めた。試合の1回表、大谷翔平投手。 30歳、ムーキー・ベッツ内野手、31歳。そしてフレディ・フリーマン内野手、34歳が立て続けにホームランを打ち込んだ。一塁側のドジャースファンからは大きな歓声と MVP のチャントが上がっていました。大谷選手は初回、フルカウントの8球目でケリーの投げた84.7マイル、約136.3キロメートルのカーブボールを完璧に捉えました。ボールは108.9マイル、 約 175.3km のスピードで35度の角度420フィート約1 2 8メートルの距離を飛んでバックスクリーンに突き刺さりましたそれが今シーズン5本目通算で11本目のリードオフバッターとしてのホームランで2試合連続のホームランを含む今シーズン44本目のソロホームランとなりましたねアリゾナダイヤモンドバックスの公式放送局 D ・セ中カ TV で解説を務めるスティーブン・ベルシアウム氏が 大谷翔平選手の打席結果に簡単の声を上げていました。彼はこう述べました。彼の打球は中堅守の方向へ飛んでいって、守備側は必死に追いかけたものの、結局はスタンドインしてしまった。まさに観客を魅了する選手だと。一人の解説者であるボブ・ブレンリー氏は、ドジャースの打順の厚みを高く評価しました。大谷選手に対して投球が行われた理由について、彼はこのように解説しました。 視聴者の中には、なぜ彼に投げ込んだのかと疑問に思う人もいるでしょう。しかし、MVP 候補の彼を避けたとしても、その後に控える強力な二人と対決せざるを得なくなります。これは、かつてバリー・ボンズがサンフランシスコ・ジャイアンツで見せていた状況とは異なります。ボンズの場合、周りに強打者がいなかったため、敬遠されることが多かった。大谷の場合は、そういった状況ではないのですと彼は説明しました。 谷翔平選手の華麗なホームランの余韻が残る中、次のバッター。ベッツ選手がケリーの投げたスライダー、2球目を見事に左翼スタンドに運びました。これが彼の今シーズン14本目のソロホームランです。その直後、3番バッターのフリーマン選手もケリーの最初の球を叩き、その打球は宇宙間のスタンドへ。これが彼の今シーズン19本目のソロホームランとなりましたね。試合の後、フレディ・フリーマンが、 今シーズンの昌平大谷の44本目のホームランについて真摯な思いを語りました。彼こそが火をつけたんだとフリーマンは、大谷に対する尊敬の念を込めて語りました。シーズンの始めから今日の試合に至るまで、彼は私たちに大きな動機を与え、チームを最も困難な試練を乗り越える原動力となってくれた。インタビューの中で、フリーマンは自身と大谷、そしてベッツとの間での WBC、 ワールドベースボールクラシックでの特別な思い出を振り返りました大谷はフリーマンとベッツの名前をチームメートに挙げ憧れるのはやめましょうと語ったことをシェアしましたあの時点では大谷は私たちと肩を並べていたかもしれないが今では全く違う今の私たちは彼に太刀打ちできないとフリーマンは大谷の才能と飛躍的な成長に対する敬意を隠さずに認めましたそして大谷と共に頂点に立ち その高みを目指すことができるのは本当に楽しいことだ。インタビューの最後に、フリーマンは大谷に向けて感動的なメッセージを送ります。翔平、あなたは私にとってすでに伝説です。ベッツはまた、より衝撃的な形で大谷翔平のホームランに対する称賛の意を表明した。彼は本当にモンスターだ、驚異的だと、大谷の壮大なホームランについて話すベッツは印象的に語りました。 小平、大谷が実際にどんなプレイヤーなのか、本当に気になる。あんな選手がチームの先頭に立っているとき、ピッチャーたちは決して心地よく感じないはずだ。はさらに、ユーモラスながらも尊敬の念を込めた口調で続けました。でも忘れないで、彼はピッチャーなんだ。はは。大谷にはこれからも前進し、怪我には気をつけてほしいとベッツは共有しました。来季は投手としても活躍してくれるだろう。 ベッツは突然立ち止まりました。おそらくシーズンの終わりに近いプレイオフの試合の一つかもしれませんだから、もし今シーズンも登板することがあれば、無理をせず慎重にやってほしいと願っているとベッツは微笑みながら付け加えました。大谷選手は今日、アウェーでのダイヤモンドバックス戦の開始約1時間半前にグラウンドに現れ、ロングトスを行った後、右翼後方に座ったキャッチャーを相手に19を投げました。その中にはカーブボールも含まれていたそうです。 オレンジカウンティレジスターのビル・プランケット記者によると、彼の最速球は92マイル、約1 4 8 1トルで記録されました。その後、彼はキャッチャーが座る状態でブルペンでも投げ込みを行いました。大谷選手が投手練習場に姿を見せたのは、8月24日、日本時間25日、28日、日本時間29日に続いて、今シーズン3回目となりました。8日、 日本時間29日の試合後、彼は次のように語っていました。調子の良し悪しはあるものですし、肘の状態も含めて、それらを実践に影響させないようにしていますと、試合とリハビリテーションを別々に捉えていることを示唆していました。大谷翔平選手が驚異的なホームランを放ち、批判者たちを黙らせました。ベッツ選手やフリーマン選手のホームランも本当に素晴らしかったですね。大谷選手がこの調子を維持すれば、 前代未聞の5 0 5 0達成も夢ではないかもしれませんよね。右肘の手術からまだリハビリ中とは思えないほど、彼は驚異的なパフォーマンスを見せています。手術の影響を感じさせない素晴らしいプレーを見せてくれて、同じ日本人として心から誇りに思います。大谷翔平選手が左、そしてベッツ選手が右、さらにフリーマン選手が左で、この並びがまた素晴らしいですよね。 やっぱりこのラインナップは圧倒的ですね大谷選手が先陣を切ってホームランを放ち続いてベッツ選手とフリーマン選手も見事にホームランを打ちましたこの打線あの強力なヤンキースの外ジャッジスタントンのラインナップにも引けを取りませんね昨日も大谷選手は逆方向にホームランを放ちそして今日はセンターバックスクリーンに力強い一撃を見せてくれました彼はマルチヒットも増えてきており かなり良い状態のようですね。センターに強引さを感じさせないホームランを打つ、まさに大谷選手らしい一撃でしたね。昨年の6月を思い出させるバッティングで、量産体制が整っていることを感じさせます。50、50も現実味を帯びてきました。ここまで、大谷選手はベッツ選手とフリーマン選手という素晴らしいチームメイトに支えられてきました。特にベッツ選手の大谷とジャッジを比較すべきではないというコメントは、 本当に励みになりましたね。試合の開始時間をうっかり確認し忘れて、急いでテレビをつけたら、もう4回が始まっていました。8月は調子が悪いと言われていましたし、大谷選手自身もそれを認めていましたが、このペースで打ち続ければ55、55も夢ではないかもしれませんね。上位打線から3本連続のホームランが飛び出すなんて、このラインナップは本当に強力ですね。このようなチームのリードオフバッターがいると、 宣言敬遠される機会もエンゼルス時代に比べてかなり減りそうです大谷選手は怪我の影響を受けながらもベッツ選手が14本目フリーマン選手が19本目のホームランを打つ中すでに44本のホームランを放っていますこれだけでも彼がチームに多大な貢献をしていることは間違いありませんアメリカでは日本ほど DH 指名打者の評価が高くなく 一部では DH の大谷選手が MVP にふさわしくないとの声もありますが DH のマイナス面を差し引いたとしてももし彼が5-0・5-0を達成すればそれは歴史的な快挙であり MVP に値すると思いますどちらが先に達成されるかは分かりませんが怪我さえしなければ両方達成できる可能性が高いですね次のステージで行ける伝説となる瞬間を目撃したいものです やデッドボーールにもも十分気ををつけててスを走る際も無事でであって欲しいですね日曜の朝に見せられた MVP トリオの豪華なパフォーマンスにはただただ圧倒されました8月の終わりにこんなに素晴らしい瞬間を目にすることができるなんて信じられませんねホームラン数はすでに昨年の記録に並んでおりまだ26試合も残っているなんて驚きです